どうも、中本と申します。はい、今日はですね、ちょっとね、とあるアイテムをポチったんですよ、また。ネットでポチらせていただきました。ただね、それがちょっと現物見れてないアイテムというか、まあ、新発売のアイテムなんですよね。これはまだはっきりと、それがめちゃめちゃいいぞっていう風にね、伝えるかどうかはまだわからないんですけれども、予測するにかなりいいんじゃないかなってアイテムですね。コスパとかをめちゃめちゃ気にされる方とかだと、相当いいんじゃないかなっていうようなアイテムですね。ちょっとテック寄り。なんだけど、テックしすぎてないアイテムなんで、その書いてあるスペック通りであれば、まあ、相当いいんじゃないかなっていうようなアイテム。で、一応今回2着買わせていただきました。2着っていうのは2種類買わせていただきましたね。別注アイテムというかコラボアイテムみたいな立ち位置のアイテムになるんじゃないかなって思います。早速ね、開けていきましょう。こちら、ユナイテッドアローズさんで買わせていただいたアイテムですね。こちらの2着ですね。タグがあると思うんですけど、グリップスワンニーさんと書いてありますね。ユナイテッドアローズさんから出てるアウトドアレーベルの、まあ、コティさんっていうラインがあるんですよ。結構アウトドアのラインなんですけども、ウェアもいろいろ出ていて、ギアシャツ、ギアパンツでございます。どっちも確かね、2.0 だった気がします、名前が。この2着、一応セットアップなんですよ。まあ、今回これが15,000円っていうだけでもかなりコスパがいいアイテムだなっていう風に思って僕は買ったんですけれども、実際見てみて、まあ、やっぱりコスパはいいかなって感じはめちゃめちゃしますかね。グリップスワンニーさんって皆さんご存知ですか？かなり、有名なブランドさんなんですよ。すごく老舗のブランドさんなんですよね。あのレザーグローブとかで超有名で、簡単に言うとワークブランドなんですよね。ワークブランドなんで、どちらかというとファクトリーというか、まあ、テイストが一貫してワークテイストのアイテムもすごい出されている。でキャンプグッズとかも結構出てるので、服好きってよりはアウトドア大好きみたいな方の方が多分詳しいというか知ってる方は多いんじゃないかなって感じのブランドさん。ボタンがスナップですね。多分ロールアップして半袖シャツにもできるみたいな。だから夏暑い時はまあめくって固定して半袖シャツにしてねみたいな感じのアイテム。胸ポケットにあったものをこのまあ裾元に腰元に持ってきているっていうような、下に持ってきてるんですよね。二つ前にドンドンってついてるものをまあここに持ってきたって感じですかね。これは結構斬新ですよね。ユナイテッドアローズさんってやっぱりちょっとそのセレクトの中でもイメージが大人向けなイメージが僕の中ではあって、まあそれ昔から抱いてるイメージなんですけれども、ドームコアっぽいアイテムが多いと思うんですよ。白黒ベージュみたいなところにあまり大味でこうガッていろんなテイストを詰め込んだりするわけではなくて、ミニマルな感じにそういう服を仕上げてくるみたいなイメージが強くて、フロントから見てドンって分かりやすくついている胸ポケットをまあこの下に持ってくる、腰元に持ってくる、裾元に持ってくるっていうのはそういうところがね感じられるのかなって思いますね。すっきりしたイメージなんですけれども、噛みすぎないようにギアっぽい部分はまあここについていると。そのナイロン自体がちょっとサプレックスナイロンっていうナイロンを使っていて、まあ簡単に言うとナイロンよりしなやかなんですよね。撥水通気速乾もしてくれるし、あと UV カットもしてくれるみたいな感じで、まあかなり使いやすい、あの高機能な素材ですね。ナイロンって聞くと結構シャカシャカするイメージありません？なんかシャカシャカするテックっぽいイメージだと思うんですけど、そこまでシャカシャカっていう感じではないかなって感じ。まあこう近くで見ていてもわかる通り、ちょっとまあ透明とホットにもワンチャン見えるかもぐらい。これ多分ロールアップしてくると出てくるんだ。あ、いたほら固定するベルトみたいなのが出てくるんで、これをここにくっつけてキープするって感じですね。通してここで、あーなるほどね、固定と。絶対に落ちてこない半袖シャツっぽくなるって感じですかね。一応半袖というか半袖みたいな感覚で着れるよみたいな感じのアイテムですね。はい、なるほどなるほど。サプレックスナイロンを使ってるっていうのを見て、まあ素材感自体もいいのかなと思って僕は買わせてもらったんで、まあそれは正しかったかなって感じはします。まあ、半袖にできるってところは多分人それぞれの好みも出てくるので、まあ何とも言えないっちゃ言えないんですけれども、さらって羽織ってかっこいいアイテムみたいなな感じな気がしますね。こちらがギアパンツ 2.0 ですね。こっちはね M サイズにしておきましたね。セットアップで着たいなと思って今回この2つ買わせてもらったんで、同じ色のベージュにしました。シャツもめっちゃいいんですけど、パンツの方が多分正直いろんな方にお勧めできるかなってアイテムではあるかなって思います。まあ、友達なんで同じ素材、サプレックスナイロン使ってるので、撥水とか通気性とかめちゃめちゃいいので、かなり今履いていくにもちょうどいいパンツなんで、まあこれ黒とベージュの今回2色なんですけど、黒いカーゴっぽいミリタリーっぽいパンツ欲しいって方は多分これの黒買っていただければ、かなり使い回しやすいんじゃないかなって思います。それが15,000円なんで、コスパ自体は絶対間違いないかなって正直思いました。ポケットが多いんですよ、ギアパンツっていうくらいなんで。で、9つポケットが搭載されていて、9つってポケットの数だけで言うとやっぱりかなり多いですよね。深いポケットとかもついてるので、バッグいらずのパンツって言ってもまあ過言じゃないかなって感じします。ここ大きくまず1ですよね。スナップボタンに止まっていて、でジップ開けて、まあ、ここで2ったポケットがあって、これが3、この上にマジックテープで止まっていて、ここにまたポケットで4、反対側行ってで、また大きいポケットで5、で、またスナップ開けて、ここのジップで6、この大きいポケットの中に、7、の隣にまたマジックテープで8、反対側にも同じく、はい、普通のポケット買って9って感じですね。こんな感じでございます。かなりいい感じですね。なんか僕には珍しく、まあ割と
ちょっとなんかモテ要素もありそうな洋服になっちゃいましたね。ベージュっていうところがかなり爽やかなイメージを持たせちゃうかもしれないですね。パンツも、太さ自体は非常にいいですね。かなりいい感じのパンツのサイズ感なんじゃないかなと思いました。パンツ M にしたんですけど、僕サイズ。L でも良かったかもしれないですね。結構丈がちょっと短いかもしれないです、僕 M だと。ジャストっちゃジャストなんですけど、もうちょっと長くても良かったかなって感じがしますかね。前開けるとこんな感じ。なんかこんな感じでデートに行く人いそうですもんね。ベージュだと柔らかさもあって、まあバランスとって。パンツ裾が絞れるようになっているので、まあ、ここをギュッと絞っていただくと、まあ、絞っていただくとちょっとテーパードっぽい形で楽しめるかなって感じです。こっちが今絞ってる状態で、こっちが絞ってない状態ですね。好みにはなるんですけど、まあ、基本絞ってもらった方がまあいいんじゃないかな。まあ、ちょうどいいトレンド感があるゆるさなんで良さげな感じしますね。ヘッドわざと位置ずらしたりとか、まあ、色味をこういうベージュにしたりとか、まあ、素材をかなりいいナイロンにしたりとか、しなやかな素材のナイロンにしたりとかね、かなり差別化できていて、まあ、ちょっと大人に向けたテック系アイテムみたいな感じになってるって感じですかね。うん、タックインもワンチャンありかなと思ったんですけど、ポケットが腰の位置だからタックインは向いてないっすね。多分なしではないけど、僕はしないかなって感じですね。なんかシンプルにここにポケットが来た弊害って感じですかね。まあでもなんかいい感じですけどね。やっぱりセットアップで3万円台っていうのはめちゃめちゃ安いと思いますけどね。一番ベージュが多分その人から見た受け、まあ女子受けもそうですし、別に男子受けとしてもまあベージュはかなりいいんじゃないかなって、今すごい着やすい色なんじゃないかなと思うので、大人はね大人らしさ出せるし、若い方は若い方で清潔感というか爽やかな感じが出るので、本当に今ベージュって一番僕は無難な色だと思ってるので、まあちょっと今回買わせていただいた感じですね。はい、いい色だと思います。はい、こんな感じで、今回はグリップスワニーさんと、コティさんのコラボの、ギアシャツとギアパンツ紹介させてもらいました。いかがだったでしょうか。結構本当に届く前ちょっと不安だったんですよ。なんか安すぎて正直僕なんかサプレックスナイロンがどれぐらいするかとかもなんとなくわかるし、このポケットをいっぱい足したりとか、まあギミックをいろいろ付け加えることによってやっぱ工賃とかも上がってくるのは当たり前の話なんで、なんかそれで見ると安すぎるからなんか怖いなと思って届いたらめちゃめちゃその通りというか、それ以上のパフォーマンスを発揮してて、めちゃめちゃ僕はいいアイテムだなって思いました。こういうのこそマジで一着持っておいてほしいアイテムって感じですね。一着持っとくと安心するみたいな、そういうセットアップがあってもいいんじゃないかなと思ったんで、今回ね紹介させてもらいました。いかがだったでしょうか。ちょっとね、在庫がどれくらいあるかとか、まあ、どこで売ってるか、まあ、コティを扱ってるのが多分 H ビューティー&ユースさんなんですよ。だから H ビューティー&ユースさん行ってもらえると多分一番いいかもしれないんで、もしよかったら H ビューティー&ユースさんに電話して聞いてみたりとかしてみるのが一番いいかもしれないですね。あと僕はねオンラインで買ったんで、まあ、オンラインでもそちらでもねぜひ見てみてください。あ、じゃあリンク貼っとくか。貼っときます。はい、はい、こんな感じで僕はいつも発信系の動画を上げております。もしいいなと思った方はチャンネル登録と高評価をナイトナイトよろしくお願いします。はい、なんかね気になることとか分かんないことあったりとか、まあ、これ見たいよとか動画のリクエストとか何でもいいのでコメントもしあったらよろしくお願いします。はい、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。失礼します。